スポさんとコラボの依頼が来ましたと。コラボですね。そこまで来ましたか。自転車で坂上がるのお好きですか。どっちかっていうと好きではないですけど。あの坂バカ4人衆が帰ってきた。ちょっと一回止めてもらっていいですか。ちょっと一回止めてもらっていいですか。あのってものすごいご存知のの感じで来たんで、ちょっと僕ごめんなさいと思っちゃったんで。あ、確かに、はい、登山そういうことはそうですよね。ちょっと苦しいのがいいことかね。ちょっとあんま知らないですよ。違ってきたの。でも番組作ってらっしゃるんですよね。違ってきた。せーの、ちょっとそこまで、どの辺まで、ちょっとそこまで、どの辺まで、今日はどこまで行けるかな、とりあえずやってみよう。続いては早川さん。はい、早川と申します。よろしくお願いします。私がプレゼンさせていただくのは声優の番組になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。声優というと、まあ、アニメとかあの外国映画とか海外ドラマの吹き替えっていうイメージが強いと思うんですけども、実は声優さんの活動ってそれだけではありませんというところで、まあ、ナレーションとかアニメとか、まあ、もちろんなんですけど、最近だと音楽活動、アイドル活動のようなものをされている方もいらっしゃいますし、あとはキャラクターが歌を歌うものとかもあるので、それであのライブをやったりされる方もいらっしゃいます。あとは最近すごくあのテレビ番組にもたくさん出られている声優さんが多くて、バラエティ番組でも活躍されている場があります、はい、そんな声優さんのいろんな姿が見られるのがファミリー劇場クラブの声優の番組になります。なるほど、はい、動いているところに見れるんですね。そうなんです。じゃあ具体的にどんな番組があるかというと、これ本当にごくごく一部なんですけれども、まあ、音楽番組があったりとか、あとは声優男子ですがっていう、これもあの2014年ぐらいから続いてる本当に長寿番組なんですけど、バラエティ番組があったりなどなど、本当にたくさんの番組があります。はい、で、次、ここでしか見られない個性豊かなオリジナル制作番組とさせていただきました、うんうん、1つ目がこちら、はい、声優紅白、はい、サンライズオンラインライブということで、これはもともと声優紅白歌合戦という、まあ、レジェンド声優さんが出られて歌を歌うイベントがあったんですけれども、うん、そのイベントとアニメ制作会社のサンライズさんがコラボをして開催したオンラインライブを、まあ、ファミリー劇場クラブ独占で配信しております。劇中とはまた違う楽しみですね。それはそうなんですよ、声優さんが歌うっていう、はい、もうここでしか見られないライブなのでかなり貴重だと思います。次が声優の本音というトーク番組、はい、なんですけれども、本当にあの見ていただくと分かる通り、でもないです、本当に端から端まであのかなりレジェンドの方々ばかりです。大御所すぎて、はい、でも絶対知ってる、ね、多分声聞けばわーってなるでしょうね。そうですね、神明さんとは筋肉マン、その人は神明さんですか。そうです、めちゃめちゃ聞いてますよ。名前は知ってるし、その横もめちゃめちゃ聞いてます、はい、誰ですかその人は。千葉しげるさん。千葉しげるさんは誰ですか。一同霊です。一同霊、ハイスクール鬼面組。そうそう、すごっ。俺らで言うところの。じゃあこの方は島本すみさんなんですけど、ナウシカ。ナウシカ、ナウシカ。でさらにそのころものすごい知ってます。な、誰、何、何、三谷裕二さんで、タッチ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 ャン、すごっ、めちゃくちゃ知ってるわ。あとは田中真由美さんはワンピース。ワンピースちょっと通ってないですね。いや、クリリン、クリリン、あ、クリリン、クリリンめっちゃ好き。クリリン、すごっ。というような感じで、本当にあのレジェンドの方たちが出ていて、これはサシで飲んでトークをするっていう、本当にもう台本があってないような番組で、お酒を飲みながらもうプライベートのことから仕事のことまで話してる時に喋りすぎちゃって、これ放送できないんじゃないかみたいなところまで結構お話してギリギリトークになってるんですね。そうなんです、はい、いただいてるようなあの番組になってます。これもファミリー劇場クラブのみで配信しております。独自の番組なんですね。面白そう、はい、もう一つ、
これがちょっと変わり種なんですけど、これが ASMR ってお二人あ、あのあれですね、あはいどうぞ聞くとこうゾワゾワするというか気持ちいい音のことを ASMR というんですけど、これは真夜中男子飯というボイスドラマで映像はなくて音だけで展開していくものなんですけれども、まあ、この3人の男子たちが料理作りを通じて交流していくというほっこりドラマになってまして、でそのドラマの中で料理を作る音が ASMR になっていて、例えばこう何かを切る音、トントントンという音だったりとか、何かをジャーッと炒める音だったりとか、グツグツ煮るような音が、まあ、こう耳に聞いていてこう耳が気持ちいいようなあのコンテンツになっております。それはあの言っていいのかどうか分からないですけど、はい、その実際に切ってる音とかは、はい、その声優さんたちが実際に切ってるんですか？それは言わない方がいいですね。そういうことですよね。そういうことですよね。あの声優さんは作ってないんですけど、はい、本当に物を切った音を収録して、収録してるんです、ね、作ってるので音にはすごくこだわっています。なるほどね、考えましたね、本当に。ねえ、すごいわ。ということで声優番組を見るならファミリーズクラブということで、はい、本当にあのレジェンド声優さんが出る番組から若手の声優さんのバラエティ番組から本当に幅広い声優番組があるので、声優好きの方は本当にファミリーズクラブに入っていただけたら楽しめると思います。確かに、はい、面白い、面白い、見たい、はい、ありがとうございます。この辺までどうでしょう、浮かびました、サウンドスケッカー。いやだからその全部に合うってなってくるといよいよね、どういうものがいいのかなっていうのは、ね、いよいよ変わってきたなっていう。これだけだったらね、ピンポイントでね、なんかちょっとイメージあるのかなってありそうだけど、ね、全部にハマるサウンドステッカーです、ね、もう4つ目ですからね、なかなか難しいなっていうところに来てます。しかも5秒全く出てないですまだ全然出てないです、まあ、とりあえず全部あの一回取り込んでからひとまず、はい、はい、ありがとうございました。私が提言するのはブライスでございます。今は一番わかんないブライスですって言われてもいい。あ、見たことある見たことある、おわお、これブライスって大観山にいますね。あ、そうです、あ、見たことある。何ブライス20年間で500種類以上種類が出ておりまして、これじゃ猫、猫なんですか？あ、そうです、猫です。ちょっとごめんなさい。おー、変わった。4色変わるという、なんかこれがテーマソング、普通の尺で書く